味噌汁男のなだれ式ラジオ、略して断食ラジオ。こんにちは、山です。このポッドキャストは味噌汁男2人の愛しくて切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうという魂胆満載のトークバラエティです。配信時は毎週日曜の午後4時となっておりますと。さて、今回の収録場所は、はい、いつも通りですね、我が家となっております。私の方の持ち込み企画ってわけじゃないんですけども、はい、大学時代にですね、ちょっと自主映画を撮っておりましたので、はい、その時のまあ思い出話をですね、まあ、つらつら話そうかなと思っておりますので。いい、ね、完全にアウェイだね俺は。そうですね、はい、映画でどういうイメージ？いや、まあこの間ね、はい、この間一昨日ぐらいかな、はい、たまたま秋葉原の駅にいて、はいはいはい、あの慶応映画研究会みたいのが、おあの自主映画の、ね、あの、うん、なんだっけ、キャストっていうか、あのエキストラ、うん、募集してます、はいはいはい、室内です、あったかいですあ、募集してますみたいなことやってたわけよ。へー、まあそんなイメージ、簡単に言うとね、あ、まあ、お金がなくて、そうね、うん、あの、うん、まあ自分たちがやりたいことやってるんだな、うん、若いぜみたいな感じ、あと、うん、はいはい、あと、はい、まあもう一つはこの間あの、まあ、映画祭みたいのに行ったんですよ、仕事で。エベスさんの、ああ違う違う、あのフィリスさんの、そうそう、はい、F の方ね、うん、まあ映画祭みたいの行った時に、はい、あのまあある監督が話したのは、さ、お金じゃないんだよって、そう、ね、あの面白い映画は、そうですね、いや、まあなるほどなって思うんだけど、まあ金だろうっていう思う一面もありつつはいはい、はい、この間ネットで見てたら、うん、どっかの映画が本当にうろ覚えなんだけど、はい、わずか40ドルで撮った映画が、あの全国、その国でね、全国ロードショーになったみたいな記事も見たんですわ、うん、まあ、数やらそれって自主映画じゃない、うんうんうん、まあそうね、まあ、そうね、まあそんなイメージかな、あ、お金はないけど楽しいもの撮りたいって思ってる人たちがやる、はい、あ、今ね予算の話が出たけど、予算の感情ってね結構適当なよね、要はさ現地までさの電車代を予算に組むかとかさ、昼飯食うときにさ自腹で食ってるけどこれって感情入れるのかとかさ、なんか、まあ、まあ40ドルって言っても、まあ、もうちょっとって言ってもそれでもすごいけどね、うん、うん、そっか、そうなんですよ。あとね、自主映画で大変なのがさ、うん、あの場所、場所ね、場所をね借りるっていう、かる、基本的に、うん、あのゲリラ撮影になるから、うん、もう上等で行かないかんわけよ、そう、オフィサー上等でいかないかんわけさオフィサーが追っかけてくるのを待ち構えてなきゃいけないと、場所ね借りるの、うん、まあ俺もイベントの仕事してるからさ、うん、場所っていうのはね基本的に金ないやん、うんうん、金ないけど無茶なことするっていうさ、う、ね、あれだっけさ、あの宣伝になるようなさことだったら喜んで貸してくれるけどさ、うん、宣伝にもならないし、うん、邪魔になるだけだし、そう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 、でなんかまあ壊すまではいかないけどさ、うん、動かされたりさ、そうそうそう、するかもしれないしみたいなのもあるよね、元の状態になってないみたいなさ、うん、現状復帰基本ですみたいな。でね、福岡時代にさ、はい、映画をね、撮ってる時に、うん、話の中で映画館が必要だったの、うんうん、そんなんさ、まあ、今でいうシネコンみたいなとこなんてさ、はい、貸してくれるわけないじゃん、ね、そんなわけ、わけない、ないやん。でしかも喋んなきゃいけないわけでしょ。そうそうそう。でそこでシチュエーション的には、うん、しかもさ、まあ、もっと詳しい話すると、自主映画なんてマイクがちゃんとしとらんから人が少ない方がいいわけさ、ガーって雑音が入るから、えどうしようっつって友達と、それこそこの断食ラジオの、うん、あの何これデザインしてくれた、はいはいはい、デザインしてくれた、ね、あの高志と2人でね取り寄ったんやけど、どうしようっつって2つ選択肢があって、はい、一つはその、まあ、要は単館
単館と呼ばれる、はい、単館系の昼間だったらみたいな感じ、そうそうそう、単館系の上映終わったらとかさ、はい、単館系の客がいない時だったらとかいうのと、うん、もう一つがさ、ちょっと面白そうじゃないって言って、うん、あの上野とかにさ、上野オークラってあるやん、あのピンク映画、はいはいはい、あの京成線のさあさあさあ、あの脇じゃないですか、さあさあさあ、あそこ福岡にさ、あのそれこそあの支店があるわけ、そうそう、福岡大倉っていうところがあって、行けるんじゃないって言って、うん、で2人でもう俺も初めてのピンク映画なんて、そのなんエロいところを見られるのが怖いんじゃなくて、その空間がちょっとね、行ったことないから ね、まあ、ねだってあのこっちの人、あこっちか、あこっちか、まあ人が多いっていう話を聞くよね、よくですね、でガー行って、はい、したらね、受付の人が女性やったの、うん、優しい感じの人で、うん、でなんかしたら結構快諾してくれて、うん、要はあのこういう理由で作りたいんですけどいいですかって言って、うん、使いたいんですけどいいですかって言ったら快諾してくれて、うん、ただしあの本社のね、あの確認がいるから一応企画書的なもの書いてくれって言って、はいはい、で交渉もその映画館の上に連れて行ってもらって、なんか こっちでバーってさ、エッチなシチュエーションだね、そうそうそう、ガーッジャーってなりな、はい、あのその何フィルムが回ってる横でなんかこうやって、はいはい、すごいいい経験させてもらって、うん、で2回目行った時に企画書ですって渡した、うん、でその時になんかもらってもらっその企画書をね受け取ってもらったわけよ、うんうん、けどさなんかそのまあとはいえ企画書には書けないけれども隠れてこういうことやりたいんですけど、はい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 、みたいなあの言葉でね、うん、消えちゃうからね、うん、な中で回していいですかとか、はいはい、そのこういう感じで撮っていいですかって、はいはい、うーんみたいな交渉しよって、はいはい、でそれこそ高志の方が交渉しよったわけよ、高志くんの方が、うん、おしっこ行きたくなってさ、うんうん、であのちょっとごめんちょっとあのお手洗い行ってくるわーっつって、うん、でバーって男子トイレの中行っておしっこバーってしよったわけよ、うん、でちょっと細かい話だけど、はい、その前に大杉連特集っつって、大杉連がその大杉連があのピンク映画の男優をしよる時のなんか特集っつって、こんなあるやーと思って、すごいなと思ってバーっと押し越しよったら、うん、ガチャって開いて、向こうからもう今でも忘れんけれどめちゃくちゃ肌ツヤがいいおっさんがやってきて、めちゃめちゃ肌ツヤがいいよ、うわめちゃくちゃ肌ツヤいいなと思って。あのその人がこうガー近づいてきたら、はい、便器がね4つぐらい、はいはいはい、で俺の横に来て問答無用、ね、他空ないよ、はい、問答無用、問答無用に俺の横に来て、うん、であのあれと思って、うん、でガーおしっこしとったらなんかもうガン見なわけね、はいはい、彼もおしっこしよるんやけど俺のことガン見なガン見なわけね、いや山ちゃんのことを見てるんじゃなくて山ちゃんの山ちゃんを見てるわけですよ、山ちゃんの山ちゃんも当然もう眼下に眼下にそびえ立つ山ちゃんの山ちゃんもやろうね、はい、お兄さんひげかっこいいねって言われて、便所でよ便所でよお兄さんひげかっこいいねそれ言われて、あの効果音だったらゴゴ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 ゴいやそうですか ありがとうございますってもうプーっておしっこ切ろうとしたら、はい、おじさんの方が早めに終わって、うん、もって手をバーって洗うんやけど、うん、手を洗う場所がトイレの入り口の横なわけよ、した、はい、俺そっちに絶対行かないかんわけよ、はい、もう一回おじさんの前通らないかんわけよ、でおじさんの前バーって通ったら今でも忘れんけれどもおじさんの右手が俺の股間にガーッていってで俺がなんかもうねその時にさ何やるんやとかじゃなくて違うねもうこのヒーの声も出ないこのヒーの声が喉仏ぐらいのところで止まってうんってなってでえっったらなんか今でもさらに今でも忘れんけどふんふんふんってためなんなんていうのふんこいつうぶねみたいなふんの後の後にカッコ書きでこいつうぶねみたいないい経験したねで出て行って俺がもう一回開けてでおじさんおらんなって思ってもう一回たかしがのとこ行ってじゃあたかしこうなんとかなりませんかねみたいな交渉をやりよるわけよ、めっちゃ帰りたくてあごめんあのちょっと帰らんって言ってええー、なんなんで今真っ最中なんでいやちょっと続けあのまた来ますんですいませんはいはいって言ってじゃあ炎天下のまああの福博出会い橋っていうね、はい、あの博多と天神の間にある福博出会い橋とかあるんやけどそこ二人でこう歩きながらどうしたどう今交渉中やったのにごめんち
っと時間くらいね。もうちょっと時間くらい。あとでちゃんと説明すると。もうちょっと時間くらい。心のリカバリーが必要だから。そう。ごめん、さっきさ、会ってみたいな。そうなんですよ。そう。まあ、大体ああいうとこって、あの、ホモ映画と、ピンク映画で2つ分かれてて、どうも後から聞いたら、ホモ映画の、お手洗いっていうのがちょっと発展場っていうか、あの仲良くなる空間の一つらしいんで、ね、そこにほら俺がさ、要するに男2人でこう来とって、その片方が行ったからさ、俺でもいいんじゃねえかと、そうつまみ食い的な感じでね、ちょっとやられたっていう、まあ自主映画の話だ、自主映画なんじゃねえよはい